今日は今羽田空港に着きました。羽田空港から関西インターナショナル空港に行きます。大阪で会場の確認します。開封済みのペットボトルや、なんか何日 何時から何時まで、来ました大阪。今日は時間あればたこ焼き食べましょう。そう、この2人ですね。いい景色です。ロシアに住んでた時は海は近くにあったんですか？海全然近くではなかった。海は1年1回見に行きました。どんな感じのところかな。どういうところを見るんですか、こうダンサー目線として。まあホールの感じ、とりあえずもちろんステージ、ステージの形、大きさ、あと、硬さ、それが一番大事ですね。みんなダンサー言うは日本のステージは硬いだから、ジャンプするときにみんな怪我は多いですね。まあできればいいフロア使います。泉の森ホール行きましょう。グランドピアノですね、準備してます。メイプルステージは大きいです。ここで何かステージは綺麗ですね。その席はもう全部見えるようににしますね。まっすぐフラットじゃなくて、この上から少しずつ下に行くから、もうどこでも座ってもすごく見やすいですね。打ち合わせミーティングになります。お願いします。お願いします。じゃあチェックチェック。ただプロジェクターは使いたかった。プロジェクター使いたかった。何つったでしょう。でも15人ぐらいかな。皆さん、大阪のホールを確認してきました。エブの泉の森ホールに行ってきました。すごく素敵なホールです。すごく広くて、ステージはどこでもから席からよく見れるです。じゃあぜひ皆さん大阪に来てください。